結局、頭皮不正流用の真犯人が倉本の親父だってこと、週刊誌にスクープされてね。親父はこの…近くで見ていた君に…我は泣きづき…時間です。Thank you.
あのね、ありがとう。じゃあ行きましょう。試験ご苦労だった。今回はマジやばい。そもそも集中できねえし。皆様からご意見を頂戴し、それを即実行し、その当たり前を実現するために私は。またかよ、うるせえな。そんなことより話って？前に気になることがあるって言ってたけど、何か分かったの？私がバンしてやったメジエド、本物じゃない。は？本物はお前だろ。私の後はメジエドって名乗ってたやつとこの前のは違う。どういう意味だ？この前のやつが書いてた行動、今までのどのメジエドとも違う。行動は書いたやつの指紋、どんなにごまかしても癖出るし。この前のは切り張りだらけで一貫性がない。スキルが雑魚すぎる。ガバガバだ。でもメジエドって世界中に何人もいるんでしょ？
最近参加したメンバーってことは？っていうか、クラックに興味ある人種のコードじゃないっすわ、あれ。少なくとも正式なメジエドってことは絶対ない。メジエドを名乗って怪盗団を挑発？ひょっとして愉快犯？怪盗団が人気出てきた頃だったし、人気にあやかろうと。ちょっと待って、逆なんじゃない？逆？怪盗団を有名にするためにメジエドを名乗ったとか。はあ？わけわかんねえし。実は私も誠と同じ考え。どういうこと？さっき言っただろ、コードは指紋だ。この前別の場所で同じ指紋見つけた。どこだ？回答お願いチャンネル。外部から不正に書き換えられていた形跡がある。マジかよ。夏休み前ぐらいからアクセス数が実際よりだいぶ盛られてた。それにランキングも、特に奥村社長が1位になった時だな。つまり怪盗団を挑発した人と怪盗団サイトを改ざんした人は同じ？何か見えてきた気がする。サイトの改ざんでもメジエドの挑発でも、結果的に怪盗団、しかも私たちが奥村社長を狙ったのは世論とランキングによるところが大きい。絶好のタイミングに格好のターゲット、もし全部仕組まれてたとしたら。辻褄が合うな。じゃあ犯人は初めから私たちに罪をなすりつける気で。そんな。あくまで推論の話よ、確証がないのも事実だが、誠の推理が全部当たりなら、ここ2ヶ月くらいの我が輩たちはずっと誰かの手のひらで転がされてたことに。考えすぎだろ。だってお前、メジエドにランキングって、あんな騒がれたもんがもし全部仕込みだったっつんなら、俺ら一体どんな野郎を敵に回したんだ。憶測で焦っても仕方がない。とにかくこのままだと冤罪、それも殺人容疑だ。乗り切るしかない。でも相手もわからないのに。まさか今この瞬間もなんかはめられつつあんのか。ああ、まだ負けと決まった。もし本当に全てが周到な敵の仕業でも、やり返してやるだけよ。手がかり必ず見つけないと。私が。今回の人事、部長からのご推薦と伺いました。なぜ私のような若輩を。自殺と断定されかけていた囚人学園の校長の件を洗い直し、
怪盗団との関連を示してみせた。その功績を買わせてもらったんだ。光栄です。怪盗団の件、もはや国家の一大事だ。正義の執行者である我々検察に期待が高まっているんだ。人選や方針も任せるよ。あとこの件には警察も合同で当たるが、君の指揮下に入る。陣頭指揮を取ってもらいたい。まだ返事を聞いていないが、怪盗団一掃の件引き受けてもらえるね。最善を尽くします。成功の暁にはそれに見合うポジションを用意しなくてはな。プレッシャーをかけるつもりはないが、賞賛はあるのだろうね。当然だが、受けるからには失敗は許されない。もちろんです。必ずご期待に応えてみせます。どんな手を使ってでも。話は以上だ。いい結果を期待してるよ。ただいま。おかえり。ご飯は？いらない。お風呂を沸かす？いい。着替え取りに来ただけだから。泊まり？大きい仕事任されたからね。ひどい顔してるよ。疲れてるんじゃ。大人が仕事を引き受けるってことは、失敗は許されないってこと。勝てなきゃ終わり。だからってお姉ちゃんが倒れたら。ようやく掴んだ出世のチャンスなの。校内に刑事が立ち入ってるんだってね。勉強に集中できないでしょう。安心して、もう終わるから。どういうこと？私が怪盗団を捕まえてみせる。さっき言ってた大きな仕事って？あなたには関係ない。やっぱりだ。お姉ちゃんが怪盗団を、しかも囚人学園に目を向けてる。これみんなに。Thank you.
ねえ。はいはい、静かに。じゃあ次、高巻さん、それと一緒に行っちゃって。え、なんで一緒？なんでって別に、一人はさっきからそうだったでしょ。ああ、そっか、そうだよね。刑事さんからの指示なの。余計なことは言わないで、とっとと済ませてきてよ。そこへ。悪いね、すぐ済ますよ。ああ、保護観察中の子ね。カモシだとやり合ったんだって。見かけによらず血気盛んなんだね。個性的なお友達ばかりだよね。北川雄介君に奥村春さん。お友達は大いに越したことないからね。時間取らせて悪かったね。行っていいよ。ああそうだ、これだけ聞かせてくれるかな。怪盗団ってこの学校の関係者だと思う？大丈夫、おじさんたちが来てるだろう。ご苦労。参考にさせてもらうよ。悪いけど次の高巻さん呼んできて。緊張して何回も噛みかけちゃった。警察の質問少しは慣れたと思ってたのに。みんな同じこと聞かれてたのね。お決まりの手口だよ。わざとそうしてボロ出させんだ。出してないだろうな、ボロ。
多分な。手の汗とか気づかれたらヤバかった。しかし俺の名前まで出てくるなんてな。警察も侮れねえってことか。ねえ、面談の人怖くなかった？そんなことないって。凶悪犯相手してきた顔だよあれ。なんだかごめん、お姉ちゃんのせいで。まこちゃん、それは違う。予想してなかったわけじゃないのに、いざ現実になるとね。正直どうしていいか。疑われない努力と疑いを晴らす努力だぜ。ええ、そうね。混乱すんのも無理ねえよ。私、捜査の手が実際どんくらい迫ってるのかあれこれ覗いてみる。てか警察も気になるけど、今や市民全員が通報者だよね。人気者だったのにな。ねえハル、お父さんの身の回りに犯人の手がかりがないか探れる？ううん、目をそらしてる場合じゃない。他のみんなは学校での過ごし方に気をつけて。2年生の3人にはいっそ学園祭実行委員に加わってもらうことにしたから。なんで？怪しまれずに集まれるでしょ。それに目立つまいって思いすぎるのは逆効果。私は賛成。暇が多いとかえって弱気になったりするし、何があっても後悔だけはしたくない。縁起でもねえよ。だが学校に来られて聞き取りまでされたんだろ。家に俺も用心しないとな。今は守りで精一杯だな。だがこのままじゃ拉致が開かない。なんとか真犯人にたどり着こうぜ。当然よ。また提案がありましてね。怪盗団を指名手配させ警察を動かす。あとは例のとはいえ、よくもこんな残虐非道な手口を思いつけるものですよ。
これだ。正解です。よし、くっそ、こんなことやってる場合じゃねえのによ。いちいち口に出さないで、疑われないためでしょ。明智五郎だ。これも明智。こっちもほとんどそう。匿名だとドイツも雄弁だな。ついこの前までの全皇帝の空気が嘘みて。動かしてくれると嬉しいんだけど、集計のお手伝いに来たんでしょ。リーダーからも言ってあげて。俺たちだって情報収集してんだよ、ネットとか。物は言いようだな。うわ、これ見ろよ。犯人像のプロファイリングだと。怪盗団の怪盗行為はフェイクで、殺人が本来の目的。奥村以前の改心は腕鳴らし。はあ、ついに殺人が本業ってまで言われ出したのね。バカすぎて逆にウケるぜ。結果出た。第1位は明智五郎君。はあ、明智？何今驚いてんの？さっきから言ってたじゃん。歌手とかアイドルとかじゃねえのかよ。ここまで人気が上がったの、完全に我が輩たちのおかげだよな。集計してんならいくらでも嘘つけんだろ。バカ正直に呼ばなくてもよ。こんなに圧勝じゃバレるでしょう。正直入れる人いるだろうって思ったけど、この結果は予想を超え。さすがにわざわざ危険をおびき寄せる愚は避けたいわね。ゲストの話はちょっと考えてみる。そうだ、双葉ちゃんどうしてる？あの様子じゃ一人で何か調べてる気がするんだけど、聞いてる？
聞いてないの？大丈夫かな？今は一つでも手がかりが欲しいし、いっそ気の済むまで調べてもらいましょう。何かつかめるといいんだけど。おう。怪盗団による犯行が疑われるとの警察の発表に対し、明智五郎さんが会見を開きました。これまで批判されながらも怪盗団に正義はないと訴えてきましたけど、実は一連の不審死と怪盗団は僕は無関係だと思っています。なんですって？怪盗団に警鐘を鳴らしたのはそもそも明智さんが最初でしたよね？彼らが危険な存在であることに変わりはありません。でも事件と彼らを今すぐ関連付けるのは短絡的だと言いたいだけです。この事件にはまだ不審な点が多い、裏がある気がするんです。なお明智さんは今後マスコミへの露出を控えると発表しており。どういう心境の変化かね。真剣な顔で携帯見つめて、あれか、別れ話か。モテる男気取りか。調子のんじゃねえぞ。つうかお前大丈夫なんだろうな。学校警察来てるらしいが。変わってないならいいが。まあいい。Don't take
新島さんから何か捜査の話は？それがお姉ちゃん、その手の話私の前で一切しなくなって、もしかしたら私が何かミスしたかも。考えたんだけどね、明智くん呼んでみようと思う。マジか！危険をおびき寄せるのは避けた方がいいとかって。危険はもちろん承知、でも有力な情報源なしじゃ警察の包囲網に勝てっこない。お姉ちゃんは期待できなくなったし。まさか明智くんなら警察にも通じてるか、彼を情報源に。こいつは大胆だな。誠にしちゃ珍しい提案だ。彼の昨日の会見見た？突然の怪盗団擁護発言、裏があるの一言、完全に怪盗団が見てるって意識して言ったんだと思う。だからって人の集まる学園祭に呼ぶのか？賞賛は賭けよ。しかも部はあまり良くない。でももうそんなこと言ってられない。どう？明智くんを呼ぶって話。わかった。みんなもいいよね？私はいいよ。私が考えるより絶対信じられるし。
情報源と言わず味方にできれば心強いな。待った、どうやって連絡取んだ。誰も知らねえんじゃ。ケンジの PC ぶっこ抜いたんだぜ。 K1 くらいもろだしよ。お前半端ねえな。でもそれ番号をどこで知ったのってことにならない？そこはお姉ちゃんが知ってたって説明する。一応嘘ではないしね。双葉、連絡先を送ってくれる？早速連絡してみる。ぶっちゃけ明智苦手なんだよな。好き嫌い言ってる場合？情報源だと割り切れ。もう返事来た。考えさせてくれだって。待てよ、あいつ確かテレビとかにはもう出ねえって。だから考えさせてくれなんだろ。断られたらどうするの？食い下がるだけよ。悔しいけど今は他にすがるものがない。何としても頼み込むつもり。頼むぜ誠。あのさ、始めるわよ。
よし。おかえり。ずいぶん遅いんだね。どうです？最近景気は。見ての通りだよ。新島の嬢ちゃんは元気か？残念ながら最近あまり会わなくて。あの人は僕とは意見が違うようですし。それではこの件につきまして指導議員に伺いたいと思います。怪盗団なんてものが野放しなのは国の怠慢と言われても仕方ないでしょう。要人ばかり狙われるのを見てきっと腰が引けてるのがいるんでしょう。市民の皆様には迷惑をかけて申し訳ない。すぐに超党派。政治家のくせにできたやつだよな。すぐやるって言い切るとこがいいよ。私はこの件に使命感を抱いている。全力で取り組む所存ですよ。悪党の勝手な世直しなんて、それこそ世直ししてやらないと。国民の皆様の関心にすぐに応えるのは政治家として当たり前の使命でしょう。今時なんともけなげなやつだね。うちには政治家の不祥事、外には悪党が野放し。悲しいかな。これが我が国の惨状だ。一日も早く立て直さなくては。国民の皆様にここでお誓い申し上げます。何ぼーっと突っ立ってんだ。気持ち悪いぞ。俺はここに立つのが仕事なんだよ。清廉潔白で圧倒的なカリスマ性があって、ようやく日本にも任せられる政治家が。ねえマスター。悪い、聞いてなかった。悪党か。まあそう見えるんだろうね。でもあれじゃ本質を見逃してる。嫌いとかじゃない。まだ捕まえてもいないのに政治の力で潰さなきゃっていうのはね。もし全部が怪盗団じゃなく改心だけなら、彼らがたとえ無罪じゃなくても僕が本当に遂げたいことと。すっ、最初に会った時から特別な感じがするなって思ってたけどさ、君の前だと
なんだか全てを話しちゃう。ああ、そうだ。君の通う囚人学園から講演会のオファーが、ってもう知ってるか。せっかくの機会だからオファーを受けることにしたよ。ごちそうさま。美味しかったです。そりゃどうも。会えてよかった。それじゃあ。お願いします。盛況だな。人、去年より全然多い。そりゃそうだろう。怪盗団に鴨志田に校長、しかも私服警官とかいるかも。っていうかいるわね。多分会話の内容気をつけないと。普通の学生っぽさが大事だ。学園祭って普通はどうするもん？いろいろ見て回ったり、食べたり？決まりなんかねえよ。前、海行ったろ？あんなんでいいんじゃね？名目上は遊びじゃないっていうか、あなたたち二人は捜査の過程で名前くらい上がってる可能性もあるのよ。前に先生たちが何人も聴取された上に、この前は私らまで面談あったしね。気持ちを緩めすぎないで。確かに初期メンバーはだいぶ長い。それだけ足もつきやすい。うわ、まあまあそのくらいにしましょう。会話の内容気をつけるんでしょ。あ、そ、春はえらく楽しそうだな。そういえば回りたいと言ってたな。模擬店とかみんなでお食事してみたい。まあ気分転換はしたいな。嫌なこと続いてるしな。じゃあ模擬店。そうか、あなたも初めてね、うちの学園祭。そこそこイケてるら。なら私いいお店知ってる。ついてきて。
ご新規様ご案内。お前んとこの店かよ。いいじゃん、模擬店でしょ。かんこ取りやべえ。まあ人目がないから話するにはいいかもだけど、ほんのここへ来るまでの間にも噂はいろいろ聞こえてきたね。あることないことな。来たぞ、普通に振る舞えよ。知るかよ、この場がもう。おかえりなさいませ。はい、オーダーどうぞ。オーダーって言っちゃうのかよ、雑だなおい。変わり種がいろいろあるな。普通のにしとけって。どうせ。申し訳ございません、普通のは前のお客さんで売り切れました。んだよ。では明太チーズたこ焼きを。すみません、明太子切れてまして。じゃあこのイカ入り。今イカ取りに行ってます。あと 5,6 時間はかかるかと。嘘つけ、絶対ねえだろ。てかこれ典型的なぼったくりじゃねえか。実はメイド服に凝りすぎて、そこで予算ほとんど使っちゃってさ。タコはあんま力入ってないっていうか。みてえだな。リュウジ目立ってるぞ。なら今あるものでおすすめは？ロシアンたこ焼きです。じゃあそれください。少しお時間がかかりますので。もうタコは忘れて本題話そうぜ。っていうか、鴨志田まで被害者扱いになりかけてて、もうやけ食いしたい気分。校長も狙われたという憶測も聞こえたな。ムカついたから、気づかれたからって。俺は、明智五郎の人気ばかり耳に取って。全部怪盗団のおかげだろ。かさ、明智の野郎が出演受けたのって、俺らが殺してないって信じ。意外とただのお祭り好きかもな。ああ、メディアでツヤホヤされるのまんざらでもなさそうだしね。情報を取るつもりが逆にはめられる。そんなオチだったらへこむぜ。そんなことさせない。でも明智くんの動き確かに読めないよね。お待たせしました。焼きたてだって。嘘だ、レンジの音したし。まあ学祭にカリカリのたこ焼きとか期待はしてねえけどよ。ロシアンたこ焼きってよ、どんなんだ。隠し味にジャムでも入ってるのかしら。なんだか美味しそうじゃない。この中の一つが、いや一つ明らかに真っ赤だろ。どう見たってそれだろ。おい、まさかロシアンって会えて行くのが男って感じ。俺は形状の美しいもの。だがどれも不格好だな。あら、みんな食べないの。なら私が得。まさか素で行こうとしてる。ならお前が赤いの言っとくか。さすが。
れ、みんなお揃い？講演会明日なんだけど。会場の下見にね。大勢のお客さんが来るのに失敗はできないし。やる気だけど、さすがに気づかれちゃって周りから質問攻めにあってさ。そりゃおめえが迂闊だろ。正直根も葉もない噂の話ばっかりで、うんざりして人のいない方に逃げてきたんだ。これ一ついただくね。あ、特別出演料代わりってことで。それいいから。うん、おいしい。息はやばいって。喉が、これは胃の中が大変。大丈夫？水平気に決まってるだろ。僕辛いの大。おい、壊れかけだぞ。じゃあ明日よろしく。うわ、痩せ我慢やばい。歩き方ゲーみたいになってる。 CM でも狙ってんのかよ。だが本当にただの下見か。いかんな、どうも。何事も妙に。気持ちわかるよ、私も。明日は頑張らないと。なんとか情報源に。ううん、絶対やってみせる。明智のやつ。来た時、みんなお揃いって言ったっぽくね。気のせいだろ。つけておこう。Twilight alone.